皆さんこんばんは、きよみです。今日もご視聴ありがとうございます。今日も業務用スーパーに行ってきたので、購入品をご紹介したいと思います。では早速ご紹介します。たたーん、これはいつもの定番のリピートのしめじです。この8枚切りの食パン、どんどん先に紹介します。これは卵12個入りです。うどんを3つまた買ってきました。これも前に紹介したと思います。焼きそば今日買ってきました。3つ買ってきました。これも3個買ってきました。このとろけるカレー、今日これは多分初めて紹介すると思うんですけど、いつも買ってるんですけど、この量がもう本当業務用で、1キロ業務用なので、これいつも買ってるんですけど、多分紹介するのは初めてだと思います。はい、トルコエルカローと、あと前に多分カレーパウダーをご紹介したんですけど、私カレーパウダーとクミンとか、いろんなコリアンダーとか自分でブレンドして、スパイスはブレンドして、でそれでそれを炒めて、でこれをしたりしてます。はい、じゃじゃん、これも春巻きの皮ですね。これもいつも買ってるけど紹介するのは初めてですね。でかまぼこ、これゆずぎのかまぼこ、茶碗蒸し作る時に使います。あとお弁当にも入れちゃいます。でもやしです。すごい縮んでるけど、これ19円です。なんか袋ちっちゃくなったかも。はい、でこれがロースハムです。パンにパンとか、あと目玉焼きとかに使った味付けもずくです。でこれがはんぺんです。はんぺんも多分前にご紹介したと思うんです。で、ストーブの鍋をちょっとお掃除しようと思って、これが重曹ですね。はい、これ食品用だからお菓子とかアク抜きとかにも使うんですけど、今回はちょっとお鍋を洗おうと思ってこれを買ってきました。次、粉チーズ。これね、いつも買ってる粉チーズじゃなくて、いつもはもっと大きい粉チーズを買ってるんですけど、なんかこれしかちょっと今なくっていうか、今っていうかしばらくちょっといつも買ってる大きいのがないので、しょうがないのでこれを買ってきました。イタリア飲むヨーグルト、ブルーベリーミックス、はい、これを買ってきました。むきエビを買ってきました。はい、で冷凍ですね。はい、初めてがこれ、ちょっと溶けてきちゃったな。これがアマンディホイップ、もう業務用スーパーすごい好きな人はこれ有名な感じで、これを買ってきました。これも1キロ、1000ミリリットルですね。はい、これ楽しみです。パンケーキとかに使います。はい、どうやって使うか楽しみです。そして、今日これ多分これも紹介したことないですけど、これね、パッタイペースト。これすっごい美味しいんです。甘みがあって、タイの焼きそば、前に多分カルディの購入品の時にパッタイがセットになってるのを多分ご紹介したんですけど、これはもうパッタイの元っていうか。はい、でこれで焼くと甘みがあってタイ風の焼きそばができるっていう、これ業務スーパーに売ってます。なので、焼きそばも買ってきました。あとエビの、ね、冷凍も買ってきました。はい、今日はこんな感じです。すごいバーッと急ぎ気味に紹介しましたけど、いつもリピートしてるものもご紹介しましたけど、今日いつも私はリピートしてるんだけど、ご紹介してなかったものとかもあったと思うんですけど、はい、初めてのものもあったと思うんですけど、すごいおすすめなので、よかったら買ってみてください。今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。ではこの動画いいねって思われた方はいいねボタン、そしてチャンネル登録まだの方はチャンネル登録お願いします。そしてツイッターとインスタもやっておりますので、よかったらフォローの方よろしくお願いします。いつもご視聴ありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。